はい、よろしくお願いします。やっぱ私はチアリーディング部に入っても筋肉を裏切りたくはないんだよね。だからチアリーディングで筋肉つけて、で筋トレでも筋肉つけて、で休みは藤井夏美と休むっていうルーティンにしようか。その方がで退部できるんだねこれ。いや、まだ頂点目指せる。チアリーディングのチアリーディングの頂点は多分甲子園でチアリーディングのトップのスターはバッターボックス出れると思うんだよ。だからそれを目指していこう。はい、チアリーディングレッツゴー。あ、失敗してんの。まだまだ最初だからね。まだまだ最初だからね。あれ誰だろう。はい、当てます。藤井氷室だ。ん、あ、氷室先生。次週日曜課外授業を行う、参加の意思はあるか。氷室先生すみません、私ちょっとチアリーディングに行きます。今回は博物館を見学する。はい、午前10時公園入り口に集合。博物館だって。過去の集まり、え、過去の集まりスポット。うわ、どうしようかな。あ、遠慮もできるんだね。ドタキャン先手打っとく。いやでも行こう行こう、博物館行きたいよ。よろしい、では次の日曜くれぐれも遅刻などのない。博物館行きたい。はい、以上だ。ありがとう先生。今度の日曜日か、寝坊しないようにしなくちゃ。ほう、先生電柱伝ってこの窓からお知らせしに来ると思ったんだけど、氷室先生でもそこまではできない。レッツゴーレッツ、あ、ナイス。初恋、新しい1年の始まりね。もう1年経った。筋トレばかりしてたよ。姉ちゃん姉ちゃん入ってもいいか。衣装変わってる。いいな、弟は洋服変わってもらって。お姉ちゃんのお洋服一着着だよ。もう入ってるじゃない。でどうしたのねえ、いないいないばあのワンワンと一緒。届いてるぞ年賀状。え、ほら。いえ、待って待って、果たし状かな。え、なに届けてくれたの？ありがとう。年賀状もらうような相手なんてない。誰からだろう。なあなあ、届いたの男からか。ちょっとおませだな、つくしは。どいて。今からおませいと行くんだから。うるさいな。さあ早く部屋から出て出て、早くもう出て出て。さてと、誰からかな。お、すごい和風。業者、三味線も弾けるんだ。今喋りながら後ろに手を回して三味線弾いてますからね。ベベベンベベベ、あはは、これは涼しかさんだ。え、嘘、奴だってすごいブチギレてたよ。ねえ、私はお前って言われてるのに熱血さんって呼んだ途端に堪忍袋ののを切れたからね。なんか個性的だね字が。なんだろう、パズルみたいな字だった。黙るなよ、言葉で何か伝えなさい。さて初詣どうしようかな。あ、無視した。帰る男の人、男の人に誘う、誘うか。誰を初詣に誘うかな。涼しく、あ、先生はないんだ。やっぱご家庭あるのかな先生。でももうこうなると一人しかいないよね。だって二人しか出会ってない。ん、はい、あ、電話した。なんで電話番号知ってるの。あ、葉月さん、あの初恋業者だけど。なんだ。こんにちは。ねえ、今日これから一緒に初詣に行かない。あなたには特別なチケットが当たりました。初詣チケット、これを30秒以内に
返信しなければあなたに幸運は訪れません。 See you。 行かない、混んでるから。何それ、混んでるっていうのは建前で本当は一緒に行きたくないのか、その周りのファンの目とかパパラッチの目とかが怖いのか、まあいろいろ理由は考えられるよね。そっか、じゃあ仕方ないね。うわ、これもうちょっと好感度を上げてれば、あの時筋肉をつけていなければもしかしたら一緒に行けたのかな。しょうがない、一人で初詣に行こうかな。いやそうだね。姉ちゃん姉ちゃん、いるか。あ、いるいる。いるでしょそりゃ。ねえ、3分も経ってませんよ、さっきいなくなってから。なんなの、いたっていいでしょ、まあ、自分の部屋だしね。いい年した娘が簡単早々うちにいるとはね。おませキッズ、あんたに関係ないでしょ。お姉たまになんて口聞くの。業者はこの世界を牛耳る支配者だぞ。かわいそうだからさ、一緒に行ってやるよ。そんな口の聞き方する、姉思いの弟に感謝しろ。そんな口の聞き方すると電源切るからね、本当にコンセント抜くからね。ねえ改めなさい、私に盾つき、君の人生お先真っ暗だよ。初詣に連れて行ってって言いなさいよ。うん。いいっていいって、じゃあ下で待ってるから用意してこいよ。つくしはモテるだろうな、きっと。センター分け後日跡部警護になる予定。ちょっとつくしで、姉も多分言ってるんだよ。いやうちの弟顔だけはいいんだよね、業者ちゃんも言ってる。顔だけはいいんだけど、もう性格が腐ってるからさ、まったく。もう支度しよう。えほ、スウェットですね。パジャマもこれだし、常にこれだから服洗ってないから。臭いからさ断られたの。うわ、盲点だった。匂いまで気を使ってなかった、匂いまで感じ取れなかったから。臭いからか。うーわ、やらかしたわ。くせえよ業者。やっと来たよ、遅い遅い、日が暮れちゃうよ。これつくしなんで何も反応しないかわかる、一緒に住んでるから。もう匂いに慣れちゃってるんだよ。大げさだな。んじゃ行こうぜ。んじゃ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 。お、ほらほら、こっちこっち。え、なんかいろんな人いるね。あー、ちゃんと着物着てる人もいるし。はー、あ、おじいたまもいる。何に願うんだろう初詣で。でもお年寄りご年配の方が結構行ってるイメージあるな。混んでるだから、混んでるだから、あまりうろちょろしないでよ。大丈夫だよ、姉ちゃんが迷子になったら探してやるからさ。この時代に GPS があればよかったのに。それはこっちのセリフでしょ、それはこっちのセリフでしょ。まったくもう、やべえ、成人女性にナンパキッズされないかな。さて何を願おうかな。恋愛成就、健康成就、学業成就。でもな、健康か恋愛。でも私は筋トレしてるとはいえ、やっぱり筋肉も愛のためにつけてるところあるからね。愛ゆえの筋肉だから恋愛成就かな。誰との仲をお願いしようかな。涼しくは氷室。いや氷室先生行きたいね、ちょっと氷室。でもあー、氷室っち、いや葉月も行きたいし、いやここは間を取って涼しくもありだな。でも氷室先生、でもな、いや氷室行きたいな。ご家庭あるのかな。氷室先生ともっと仲良くなれますようにね。コイントスしようか。じゃその願い叶えて死んでよ。氷室先生、氷室先生賽銭箱の中に入ってんのもしかして。氷室先生ってホームレスもしかして。でもそういうさ、なんかあるよねたまにニュース、
賽銭箱の中に侵入しちゃってみたいな。ちょっと氷室先生、叶えそうな気がしてきた。なに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 、これ何の声？え、ドッキリ？何今の？誰が話した？つくし？お、おみくじだ。今つくし？姉ちゃん、聞いていこうよ。つくし？あ？どうしようかな。私はおみくじとかは信用しない派なんで、悪いけど。あの、運にすがってばかりだと、結局、運頼りで、努力を怠るからね。やっていこうか。そう来なくちゃね。んじゃ、お金ちょうだい。はぁ？お金持ってないの？あの僧侶さんにたかってきな。本当に罰当たり。え？うう、引っかかったのかも。もうなんで自分のお金で、本当に。クソ生意気な息子だな、グララ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 。どれどれ、私の今年の運勢はと、あのお子ちゃんの大吉出た時に買収して、その紙をお金で買おう。あ、これ返し、あれ、これもう一回引いてきな。それもらってあげるよ。君もう一回引けるよ。今日なんか嫌な感じ。クソ、今年は気をつけなきゃ。今日だって。もうもう一回リセマラお願い。つくしは何が出てるのかな。ねえ、リセマラしてよ。よし。え？うん？あ、もしかして大吉？あ、うん、あ、ま、まあね、こんなものかな。喜んでる。私が魔王だったら、つくしの頬をビンタしてた。俺も。そんなガキじゃないしさ。ガキの使いやらへんで。無視しちゃって。あ、無理しちゃって。今年はいいことあるといいな。いやー、なさそうだね、今年も。筋肉。でも、夏美と出会えたから。姉ちゃん、来年の初詣は男と一緒に来られるといいな。なんかやだな。やだな、ぐいぐい来てね。ねえ、お姉たま、業者はさ、もしかしたら彼氏できて、ねえ、ちょっとつくしの見れないこととかしてるかもしれないのよ。いや、そんな勝手に入ってきてるけど。弟としては心配だぞ。実際何歳から心配してんの？何か言った？もう、いや、何にも。つくし、うん、ちょっとあんまり態度悪いようなら、さすがに筋肉も黙ってないと思うよ。こうして新しい一年が始まった。まあ結局最後に、おお、ちょっと、なんでそんな失敗してんの？どうした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 ？今日は課外授業の日、遅れないようにしなくちゃ。ドタキャンしたいけど行きますよ、ちゃんと。博物館でしょ。よかった、間に合った。うわ、また北田に達也さんいる。全員揃ったようだな。それでは出発する。キャー、こんにちは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 。元気がいいね。うん、みんな、じゃあこれから博物館に向かうけど、みんなは化石のように固まらないでね。先生からの注意だよ。博物館でも寝ないようにしよう。そのまま化石になっちゃうぞ。静粛にできないものはここに残ってもらう。ダメ、ここでは触らないでください。お触り厳禁。よろしい。オッケー。それでは入場する。一列に並んで速やかに入場口へ。これ触ったら、ここはホステスじゃねえんだぞって言われる。よかったよかった、オッケー。これから館内を巡回する。どうだ諸君、特に見学したいコーナーはあるか。特に見学したいコーナーはやっぱりコンビニだよね。とにかくミイラが見たい。先生と二人になり、郷土の歴史コーナー。いや、とにかく先生を続婚にさせなきゃいけないから。よろしい。よし、
郷土のルーツに興味を持つことは歴史研究の第一歩だ。違うよ。その人を通じて、だから推しが出てるさ番組って普段見ない番組でも見るときあるでしょ。見るでしょ。それと同じ、推しが興味ありそうなことを興味持つっていう。今日の課外授業とても勉強になりました。よろしい。君の学習態度は関心に値する。よしよし。次回もまた参加するように。で最後にちょんと。私に何か用か。最後にレンズポン。君にも得るものがあったようだ。大変結構。肉を得て強度を保ち人は去る。どう？私の俳句。添削して。やったね。今日の課外授業バッチリ好印象。よっしゃー。なんかバッチちょうだい。ではここで解散する。好印象好印象。寄り道せず各自まっすぐ帰宅するように。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先生の前では可愛い声出すから。ありがとうございます。もうこんな私ちょっともうもう捨ててる。多分ね、今のはね、いや、わかんない。でも、私の世界線の今のはね、本当に困ってる時に助けてくれないと思うんだよね。これは本当のフレンドとはね、やっぱり夏美でしょ。ストレスなくすには、ほら、一番気が合ってる。なんか撃たれてる？エアガンで撃たれた。今日から3学期。なんで夏美が手伸ばしてるんだけど、怖っ。あれ藤井、来た来た来た。ねえやん、夏美ちゃん。夏美さん、なっちん。なっちん、夏美ちゃん。喫茶店に寄ろう。夏美ちゃん。あ、あんたも今帰り？ちょっと仲良くなってるよ。ね、お茶して帰らない？ごめん、無理。今日ちょっと忙しくてさ。いや、でも夏美のことは信用できちゃうな。そっか、残念だな。まあ大丈夫、全然。うん、大丈夫。茶を煎じます、今日も。二番煎じです。今日二回目の二番煎じです。今度は絶対付き合うから。お、本当に、ね、うわ、なかったリアクション、すっごい。絶対親友じゃん。絶対親友だ。他の人、態度違すぎる。しょうがない、一人で帰る。うわ、見た今、みんな。皆さん、これが友情です。ほら、青春してる。一番なんかイケメンいるぞ、右下に。何、右下にすっごいイケメンいた。チアリーディングして、運動神経はすごいからね。筋肉はつきまくってる。で、筋トレする。いや、こういう毎日が一番楽しいんだよ。スキバで引くな。こういう毎日がやっぱ一番楽しいんだよね、結局。あ、ストレス溜まっちゃってんのかな、これ。もしかしてストレスどのぐらいまで許容できるのか。今日は第3日曜日、クラブ活動の日。あ、出た。じゃあ行くか、クラブ活動。なんか忙しそう。あー、これ押すとどうなんの。でもやめとこう。変な行動するのやめとこう。あー、え、何、クラブ活動。あれ、あ、もう終わった。早っ。おしゃべり。うわー、もうなんかこれ、この会話だけで楽しい。ストレスなくしてほしいな。あれ、マネージャーだ。誰マネージャーって。あ、タナちゃんか。今度喫茶店に寄ろう。今度今帰りなの？あ、うん。あなたも？うん。ね、お茶して帰らない？もうわかる。もう声のトーンでわかります。断ろうとしてる。岸辺今度。あ、ごめんね。今日ね、いっぱいやることがあるの。はいはい、もう分かってる分かってる。もうここまで忙しいと彼氏しかないと思うよ、さすがに。ねえ。あ、そうなの。本当にごめんね。またね。だってねえ、もうこれ彼氏ですよね。しょうがない、一人で帰るか。喫茶店行けないな、いつまで経っても。
あの時喫茶店、うわー楽しい。聞く、あ、待ってよ、でも筋トレもしないとちゃんと筋肉で休む、ちゃんと休むこともしないとね。休んでストレス減らして、あ、気配りも上がってる。ちょっと待って、リッチで筋肉質で気配り上手になってる。どんどん最強になってく。なるほど、気配りもできる。チアリーディングとかやると、チアリーディングでも運動上がるんだね。あ、上がらない？あ、チアリーディング運動上がらないんだ。上がった、ちょっと。次週日曜、課外授業を行う。行き過ぎ、本当に。参加希望者はいるか？行き過ぎ。え？裸の大将かなんか？行き過ぎだよ。今回はプラネタリウムを鑑賞する。午前10時、駅前広場に集合。もうプラネタリウム開きました。どうしよう、もう見ました、プラネタリウム。いやでも、氷室を攻略するには氷室、あげちゃえ。よろしい。では次の日曜、挙手した者は必ず集合するように。えい、皆さん、ちょっと怖いことが起きたんですけど、今普通に実況撮ってたんですよ。その最近まで。そしたら、スイッチのコンセントのコードに足を引っ掛けてプチッって言って、データが消えました。はい、すっごいもう怖くて話せないんですけど、怪奇現象でしょうか。まあでも数日まで戻したから大丈夫だけどさ。はい、じゃあとりあえず筋トレして、寝て筋トレ夏美とおしゃべり、寝て筋トレ夏美とおしゃべり、このルーティンが一番気持ちいいな。今日から3学期。あ、これはもうだってね。あれ、藤井さん、あ、どうしよう。藤井ちゃん、夏美ちゃん、夏美ちゃんはでもどうなんだろうね。今ちょっと微妙、段階踏んでった方がいいな。藤井ちゃんから行くか。藤井ちゃんなら大丈夫なはず。一緒に帰ろう。え、どうする？喫茶店に誘いたいけど、私は一回一緒に帰ってみる。やってみたいよね。藤井ちゃん。あ、あんたも今帰り？業者だって。あ、私ちゃん付けで、夏美は業者。まあいいけどさ、全然。ヘンリー・スタインフェルドって呼んでくれてもいいよ。ね、一緒に帰ろうよ。オッケー、道連れゲット。道連れだって、一緒に帰れる。あ、じゃあ間違えてたの、私今まで喫茶店に連れて行こうとしたけど。じゃあ帰ろう。うわー、今日学校の教会の面白い噂聞いたんだけど、知ってる？怖い怖い、何？学校の教会の面白い噂。え、地下室に骨がたくさん埋まってるとか？え、どんなの？あそこで3日間ろうそくともして会いたい人を思い続けると運命の再会ができるって。たわごとだと言いたいところだけど、私は神様を信じてるので、そういうおまじないは信じます。本当に？夏美は誰かに願ったの？なんか実践した子いるみたいだけど。実践？うん、それで？その後彼女を見た者はいなかった。猫しか出てこなかったって。猫？猫？なんかの比喩表現か、猫って。猫、猫、にゃにゃ、猫、猫。北村匠海のこと、北村匠海のこと、これ北村匠海しか出てこなかったってこと。うわ、鳥肌立っちゃった。インゴだわあれ。おしゃべりしよう、夏美とおしゃべり。あ、腕伸ばしてくるんだよ夏美。おじいちゃん、あ、笑って、あ、気配りも上がるんだね。筋トレ気配り、私リッチな筋肉質な気配り上手になってる。すっ
げえな、性能高。今日は第3日曜日、クラブ活動の日。あ、これもやりましたね、クラブ活動。待って、セーブさせて、ちょっと怖いもん。怖いです私。セーブさせてね。クラブ行きます。夏美、夏美、休む。ストレス溜まり始めてるからね。はい、眠って眠って、いいよ眠って、どんどん眠って、どんどん眠ってくれ。はい、眠って眠って、もういいよ、その永久欠番で。チアリーディングも永久欠番でいいから。で、はい、夏美と。このルーティンが気持ちよく、幸せだな。いや、幸せな筋トレしながらさ、友達と喋って、これが青春かもしれないね。あ、氷室先生、氷室先生、先生様、先生様、0101バイナリー、氷室先生、先生、一緒に帰れるの先生。は、どうした。びっくりした、びっくりした。何か用か。はって切られたのかと思った。一緒に帰りませんか先生。問題ない。嘘、君の家は私の帰路にある。ちょっと、優しい、一緒に帰ってくれるなんて。大丈夫かなこれ、倫理的には。先生に送ってもらっちゃった。でもなんかこの状態、先生がまたこっちに恋愛感情を抱くとまた違うんだよね、やっぱりね。この関係が気持ちいいのかも、この一方通行の関係が。あ、先生に送ってもらって、よかった。え、もうこんなに幸せになっていいんですか。まあいいよね、ろくな人生送ってこらなかったし今までね。芸術語、魅力ゼロリッチで運動できて気配り上手だから大丈夫だよ全然。流行も上がってるよ。寝てると流行上がるんだ。あ、流行下がってる。魅力ゼロだって、どういうこと。魅力っていうのは人それぞれによって違うからね。100人いたら100個の魅力があるんだよ。あ、待って、あれ、クラブ出てない。あっぶね、クラブ忘れてた。あれ待って、夏美がいない。え、どこ行ったの夏美。私から消えないでよ。さてと、今日も一日無事に終了。おっと、何これ。あ、そろそろバレンタインデーだ。バレンタイン来ました。どうしようかな。チョコレート買いに行こう。チョコレート買いに行くよ。チョコレート買いに行かなくちゃ。手作り、もしかして工場生産。いらっしゃいませ。なんかすっごい中腰で左見て辛そうその体勢。あとスパイ警官がいる。さてと、どうしようかな。うわ、すっごいピンクだね。全部赤だ。え、ラベリングとかはこの一色なんですか。ギリチョコ、コーヒー、10リッチも必要なのか。どうしようかな。10リッチ、1リッチ、でも高級チョコ買おうか。高級チョコ買った。10リッチっていくらか分かんないんだけど、これ何、10ドルみたいな計算でいいの。ギリチョコ買おう。あ、お金使っちゃった。もうリッチ、このリッチ名、ありがとうございました。声でかねえ、ね、いらっしゃいませの声と全然違う。どんだけ嬉しいの。すっごいね、また買いに行きたくなっちゃう。よし、家に帰ろっと。朝の5時過ぎ、何か忘れてるような。え、そうだ、手作りチョコどうしよう。え、待って、買いましたよさっきチョコ。え、な、え、何今手作り、え、今からチョコ、え、チョコ、え、チョコ買ったよね今。やっぱり本命といえば手作りチョコ。よーし、頑張るぞ。頑張れ、卵焼きみたいなチョコ作ろう。誰も作ってことない。なんか始まった。スティック、あー、つくしも手伝ってくれるなこれ。ノータミス、 L と R スティックを回転させてチョコを作ると、で、操作ミスの回数によって評価が。あ、そうなんだね。うまく作りたいな。入力する時間には制限があります。時間が過ぎると失敗になります。はい、なるほどね。とりあえずやってみようか。おーおーおー、
板チョコをパキパキやって、はい、溶かす。なんで溶けた？とりあえずくん R どう？え、なんでなんで今 R だったよ。え、あ、こっちか、逆だった、すいません、逆でした。いや、分かりにくいなこれ。よし、あ、トレムについてきた。なんだこの甘ったるい時間。姉ちゃん頑張れ。L、 はい、え、押しました、今絶対にやりました。ちょっとちょっとこの審査に信じられない。買収されてねえか。ちょ、今やりました、ちゃんとちゃんと回しました。私こっちでしょ、はい、回しました。で、L でしょ、しっかり回すよ、ほら。なんでね、わからない、なんでなんで、あ、待って待って待って、L、 今左を押しますね、今から左を押すね。もうちょっと全部失敗してんの。爆弾チョコ出来上がっちゃう、はあ、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って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 、ルールが分かんない。 L、 あ、これは OK なんだ、よう分からないな。ハートのね、死んだ、顔焼けた。作り直そう、やってみよう、ちゃんとやろう、ちゃんと作ろう。はい、つくしも分かった、ちゃんと指示してね、指示が大事だから。こう、はい、 L、 指示が大事だからね、しっかり指示してよ。私ちゃんとやりましたからね、さっき。で、 R でこう、おい、ちゃんとやりますよ。で、こっちこっちこっち、はい、もう板チョコに慣れてきました、板チョコ慣れしました。もう1年経つからね、入学してから板チョコも慣れるよ、学校1年も行ってるよ、板チョコも慣れる。あと残り半分全部成功してるよ、今最上級のチョコになってる。56万円で売れるこのチョコ。待って、今押した、今絶対に回しましたよ、私。回しましたって、回したよ今。待って、これ始める位置が肝心なのか。は、時間制限があるの。どういうことこれ、むず、最後の方むず、また失敗、これもしかして。黙れ、あと1回やらせて、あと1回。投稿の時間まで。なんだろう、これ何が悪いんだ。はい、L。最後の方がよくわかんない。で、R。ここはね、ちゃんとできんのよ。L。うん。やってますね。L。はい。L。うん。ここまでは、R。ここからスピードアップするんだよね、確か。あ、違うか。あと、なんか、ここ、問題点、ここ。ここ、分岐点。あ、できるじゃん、普通に。え？間違えた。いや、間違えた。うわ、今やっちゃった。なんか変に触った、今。とろみをつけたいの？え、これからとろみをつけたいの？とろみをつけたい。お願い。とろける女でいさせて。とろける女でいさせてよ。ゆっくりね、ゆっくり。とろける。L、ゆっくりゆっくりゆっくり。オッケー、ゆっくりか。はいはい。でも、いいんじゃない。よし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 。よかったよかった。これでいいや、これでいい。8時投稿、もうまずい。遅れる。バッチリ、上手にできた。うん、渡すのが楽しみ。で、8分後に冷凍したものが、こちらになります。こちら前もって用意しておいた購入したチョコです。よし、このチョコでいざ勝負。何、どうするの。姉ちゃん起きてるか。起きてるよ、今チョコ作ってただろう。こら、つくし、ノックくらいしなさい。今一緒に作ってたでしょ、いつも言ってるでしょ。まったく人が気持ちよく寝てたのに。へえ、
気持ちよくね。ま、遅刻してもいいんなら別にいいけど。え、てかさ、ご両親は？え、ご両親いないの？ふん？やだ、もうこんな時間。え、こんなにさ、だってご両親が出ないことある？え、業者ちゃんの両親いないの？ほんじゃ、俺は先に学校行くから行ってきます。ちょっとちょこちょこと、本当に人のプライベート潜入して詮索して、早く支度して学校に行かなきゃ。いけない、地獄地獄。ギリチョコをあげるのはね、右下にすっごいかっこいい人いるよ。あ、左にもいた。なんだこれ、なんだこの学校。鈴鹿さん、先生、先生、ギリチョコはやっぱり先生かな。先生、先生。は、どうした。先生こんにちは。これバレンタインのチョコレートです。教師に送るチョコレートなら職員室脇のチョコ受付箱に入れておきなさい。え、そんなものあるの？みんなあげてるんだ。じゃあ恒例行事なんだ。後で教員全員に公平に分配される。ちそうじゃないよ先生。確かに教員としては正しいと思うけど。そんな。ではない、規則だ。クラスと使命の記入を忘れるな。先生のために作りましたって書いちゃったんだけど、チョコの上に。ねえ、あとマジックで高級チョコ購入した店の名前消して私が作りましたって書いたのに。はーい、まあ先生としては正しいけどね。ああ、ちょっと乙女ゲームとしては失格だ。さて、高級チョコは誰にあげようかな。どうしよう。いや、涼しかはもう、だって涼しかはね、もうそんな関係でいられないからな。はじゅきで行こう。高級チョコはやっぱりはずきさん。はずきさん。なんだ。おいでこっち、おいで。はい、これバレンタインチョコ。どうも。慣れてるだろうな。まあこんなもんかな。うん、まあそんなに珍しいことじゃないでしょ。さあ頑張って作った手作りチョコあげるのやっぱり、あげるのやめよう。でもせっかくの手作りだし自分で食べちゃおうかな。自分で食べる。うまい、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 炭水化物いっぱい取る。うん、筋肉には重要な。うん、美味しい。我ながら完璧な出来だね。おいしい。うん、うん、うん、チョコしか食べるんだ。うん、うん、うん、うん。あ、藤井ちゃん、あ、藤井ちゃんだ。え、姉やん。え、夏美ちゃん、夏美ちゃんに買いたいな。行きたいな。でも早いかな、まだ。ちょっと、もうちょっと段階踏もうか。ちょ、夏美に関しては、ちょっと、ね。あれ、待って。あ、戻れないんだ。藤井ちゃん、夏美ちゃん、夏美ちゃんで行きたいね。夏美ちゃん。喫茶店、喫茶店行こう。喫茶店、喫茶店。夏美ちゃん、あんたも今帰り。そうそうそう、喫茶店、喫茶店ね。お茶して帰らない？その話の。よし、もう今日は喋りまくっちゃうよ。よし、じゃあ行こう行こう。え、あ、ねえ夏美ちゃん。ん、何？なんかぼーっとしてない？テレビ番組、食べ物、番組見んの？テレビ見んのかな。テレビ、どんなテレビ番組見てんの？テレビ、それは難しい問題だね。見てないなら見てないで大丈夫だよ全然。な、何？ドラマは欠かせないし、歌番にバラエティでしょ。すっごいテレビ見てる。じゃあとりあえず何でもチェックしてるってことかな。まあね、ほら、情報化社会、まあね、そういうことだから。これからはバラエティ番組とドラマで情報を得てるんだ。じゃあ恋愛もドラマみたいな恋愛しそうだね。ハニハニハヨヤヌフニハアウドファミンアウヘンヘンファニヘンアミファンナウマ。あ、でも報道系はパス。情報化社会じゃないの？ずいぶん
偏った情報化社会だね。フィクションしか得てないよね。偽の情報しか得てないよ。大丈夫それ。悪、今回は今日は第3日曜日、クラブの、あ、クラブ活動の日。いや、クラブだけやって終わろうか。はい。うわ、ちょっと楽しくなってきたな。あと2週間で期末試験か。ちょっとまずい、ちょっとまずい。筋肉つけて、筋肉をつけながらも、え、次週日曜課外授業、今回はプラネタリウムを鑑賞する。プラネタリウムも見たね。まあ行くか。はーい、私の手を空まで届けー。よろしい。では次の日曜、挙手した者は必ず集合するように。ういうい、うん。以上。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい。はい、筋トレ、筋トレ。筋肉、筋肉。プラネタリウム見るには筋肉が必要だからで、なぜかっていうと、首を上に上げるときに、この首の筋肉をよく使うんだよね。そのときに筋トレしてないと首が折れてしまって、大惨事になるから筋トレしなきゃいけないよね、やっぱり。終わる。皆さんにお聞きしたいんですけど、いや、これ聞いていいのかな。いや、でもな、どうしよう、なんか不謹慎とかやれそうだな。どうしようかな。覚悟決めた。このときメモって最終的に告白する相手決めれるんですか。聞きたいんですけど。なんとなくみんな告白できるよ、選べるよって言ってるような気がする。なんとなくフロア湧いてる気がするんだよね。うん、多分大丈夫かな。選べるのかな、きっと。嫌だよね、自然体で行きたいよね、やっぱり。身を任せるんじゃなくて自分らしく行くっていうのが初恋業者でしょ。だって業者だよ。自分の道は自分で決めないと。私の気持ちは私だけのもの。これ初恋業者の会社キャッチコピー。え、最終的にさ、最後に告白する相手5人答えよっていうクイズ出てこない？渡辺健ピンポン、小木ママピンポン、高橋一生ピンポン、阿部寛ピンポン、上田晋也ピンポン、ピンポンピンポンピンポン、やろう。課外授業行くかな。先生だよ、先生を一中にしないと。はい、先生一中。よかった、間に合った。一中、一中、新しいポケモンだよ。一中。全員揃ったようだな。それでは出発する。先生、今日もお肌すべすべですね。セキシュアルンタハラスメント、今の。それでは入場する。館内では座席表に従って速やかに着席するように。軍隊歩きしなくて大丈夫？ちょ、その辺わかんない。プラネタリウム入ったことないからわかんないんだけど、軍隊歩きした方がいい。信号を慎むように。触れない触れない。毎回くだらない注意をさせるな。すごい。プラネタリウムって一人で見に行くものなんだね。ちょっとわからないけど、プラネタリウムのそのあまり常識がどうなんだろうね。一人で見に行くものなのかな。なんだろう、プラネタリウム、あんまりお金払いたくない人って重なってくるのかな。無料で入って、いや、ダメだよそんなことしたら。重なってもお金は入らないと。お金は入れないとね。はい、騒ぎません。ちゃんと見ないと。うわ、星だ。北斗七星の絵の曲がり具合に沿って伸ばしていくと、うん、うわ、やっぱ星ってすごい興味あるんだよね、私。星座とかさ、だっていつも年に3回ぐらい空見るときあるもん。牛飼い座のアークトゥルスを通り、白い明るい星にぶつかります。これが乙女座の一等星、スピカです。
本日の上映は終了いたしました。今回のプログラムでは星座の紹介が中心になった。諸君はどう思ったか。雲の形がパンツみたいに見えました。星座なんて非科学的です。思想が強いな。ちょっといい、そういうスピリチュアルいらない、先生に必要ない。水金地火木土天海面、黙れ。神話について知りたくなりました。神話？あ、星座には神話がつきものって言うよね。なんか星座って神になぞられてる星もあるんでしょ。だから星座なんて非科学的。いや、これはキレられそう。普通に星座マニアでしょ先生。なんか星座のポスターとか家に貼ってそうだもん。貼りまくってそう。なんなら星座をプリントアウトしたソファーとか家にありそう。神話について、神話について知りたくなりました。それも結構よ。知識とはそうして広がっていく。先生研究してみなさい。先生大好き、先生大好き。今日の課外授業とても勉強になりました。ありがとうございました。よろしい。君の学習態度は関心に値する。次回もまた参加するように。初めて先生と心がつながったよみんな。ん、じゃあメガネのネームタッチ、これお礼のペイペイです。はい。君にも得るものがあったようだ。大変結構。得るものは睡眠時間、なくしたものは人生。やったね。今日の課外授業バッチリ好印象。やったね。ではここで解散する。いっちゅう。寄り道せず各自まっすぐ帰宅するように。いっちゅう。よし、ここからどうしようかな。何してやろうかな。湖の波でサーフィンするかな。あ、終わった。筋トレ筋トレ。ストレスないときは筋トレ。よしよし、筋肉つけろ。大丈夫。力ってリッチ度と関係ある。やっぱりこれね、運動する、筋トレをすればするほどこの世界って住めるタワマンの階が上に上がってくから。あ、葉月さんだ。葉月さん、あ、ケイくんね。葉月、ケイタマ、ケイタマ、ケイタマってどうなの。でもね、ちょっと近づきたいよね、ケイくん。喫茶店に寄ろうと誘う。喫茶店寄ろ。ケイくん、今帰り、今スタバの新作がやってるの。あ、待って、見た、これこの返事の仕方見た。あ、これキャンセルだな。 K お得意のカルチャーキャンセル。私の文化を否定するな。ねえ、お茶して帰ろうよ。いやだ、怖い。見たくない。え、見たくない。悪いけど。いいよ、全然大丈夫。大きな丸を作っちゃうぞ。そして大きな丸をちょっと曲げるだけでお猿さんだ。私の脳内の葉月系。そっか、じゃあね。わあ、もうまた心にぽっかりと穴が開いた。あ、いつかこの心拾ってきてね。仕方ない、一人で帰ろうっと。あなたの開けた穴はあなたが埋めてね。私の心の大工さん。筋トレしよう。うわあ、もうわかんないよ。今日から期末テストだ。筋トレしたからね、また100点取れるんじゃない。もうすべての強化は捨ててるけど、一つだけ強みがある。1日目は語学のテストだ。いや、語学もおかしいんだよな。だって人間って言葉通じなくても筋肉で話し合えるはずなんだよ。最悪これじゃダメね。格闘技とかそうじゃない。結局拳の対話でしょあれ。だから言語が通じない人たちはボクシングとか殴り合えばいいと思うんだよね。2日目は数学のテストだ。最悪これじゃダメ。今のは私はあくまで初恋業者目線で言いましたからね。
私の目線じゃなくて。分かってるよね、その辺。3日目は洗濯のテストだ。洗濯のテストだって。何を洗濯するんだろう。君、こちらの A の選択肢、B の選択肢、どちらかを選びなさい。この答えを間違えると、君はこれから強制労働をさせられます。ああ、最悪、これじゃダメだ。この選択肢を間違えると、君は38年間強制労働をすることになる。選択肢は間違えないように。やだ。4日目は芸術のテストだ。芸術は強いでしょう。生きる彫刻刀だぞ。嘘、悲しい。最近これじゃない。なんで芸術できないんだろう。どういうことなんだろう。でもあれかな、サルバドールダリとかもさ、もしかしたらさ、最初は理解されないとか、当時は理解されなかった可能性もあるよね。だから理解できないんじゃないの、私の芸術が。5日目は技術家庭科のテストだ。技術家庭科のテスト、一番左の子かわいそう。なんであの子だけ一人なんだろう。全員欠席してるのかな。ほら、これだけ強いんだよね。まあ、バッチリ、もう完璧よ。もうこの学科だけある学校に進学したい。筋肉だけを必要とした学科に進学したい。テストの結果が発表されてるみたい。見に行かないと。テストね。はいはいはい。うわ、107点。もうでも維持できてるってことだからね、ずっと。わ、さすがだわ、ケイくん。ケイ玉。はずきケイ。いや、もう、1位なんだね。なんでもできるよね、ケイ。いやー、でも、これ、セカンドシーズンとかになると、いきなりケイが最下位になって、不穏のスタートが、始まるんだよ、きっと。で、ケイは、スランプを抱えてて、全然できないので、 K はサウスポーをするんだよ。そのこの授業、この学科とは真逆の勉強をするようになるんだよね。それでまた別の K が見れる。 K ズセカンドシアター。はあ、来週から1週間、補習決定から。いや、でも100点取ってんのにね、おかしいよね。だって100点取れてないじゃん、みんな。 K でさえ取れてないよ、100点。わかる？これ。この強みわかります？あ、涼しかさん。え？同じぐらいの成績だったな。まあ、俺は成績なんて関係ねえからいいけどよ。小島よしおかよ、お前。これからは頑張って。勉強しなくちゃ。そうだよね。なんか、ごめんね、反面教師みたいにしちゃって。ね。でも、多分みんないつも涼しかのことを見て安心してると思うよ。こういう人がいてくれるって。だから私もその一員になりたいな。学力底辺安心委員会ね。学力底辺安心委員会、これ設立した方がいいと思う。はい、じゃあ藤井と喋ろうっと。手伸ばさないで、あんまり手挙げないで。はあ、今日から1週間補習なんだよね。頑張ろうと。補習ばかりだよね、なんか。まただよ、補習。なんか前もやった気がするな。これ1週間取れるんだよ。先生が地味に筋トレしてる。姉ちゃん、起きてるか？あら、つくし？どうした、急に。ほら、ノックぐらいしなさい。いや、そうだよ。いつも言ってるでしょ？ノックしろ。あれ？もう学校行くの？ガチャバーン。あ、ごめん姉ちゃん、ちょっと力強すぎちゃってまたドアが壊れちゃった。壁に穴開いたけど修理よろしくね。ああ、今日はホワイトデーだろ。そのお返しを
渡さなくちゃいけないんだ。つくし、ホワイトデーあげるくせに腹黒だね結構。ねえつくし、こんなに早くから？なんせたくさんもらっちゃったからさ。生意気な、おませな弟だね、おませ犬。困りものだよね、当てすぎるってのは。キーキー、私なんて一本も持ってないのに、私なんて何も持ってないのに。じゃあ俺先行くから、行ってきます。もう私なんて何も持ってないの、おかしいよ、おかしいよ。つくし、どうしてあんな子がモテるんだろう。顔がいいからじゃない、悪いけど顔面だと思うよ。それか、でもねやっぱ小学生っていろんな理由でモテるよね。足が速いだけでもモテるしね、運動神経少しいいとモテるし、ドッジボールに生き残るとモテるしみたいな、なんでもモテるよね多分。また進学していくと条件変わるんだろうけど、つくしは一生モテるだろうな、きっと一生モテると思うよ。あ、先生、これは男性教師一同から女子生徒全員にホワイトデーのお返しだ。うわ、やーぶ、できるな。え、チョコ買ってきてくれてんの、ありがとうございます。以上。え、チョコ買ってきてくれたんだよ、しかもスマートに。これはギリだよね。まあギリギリだな、彼は。キ、これ。お、渡しとく。お、ケイ君、ケイタマ？ケイタマ？いや、ケイタマ。あ、ありがとう、ケイ君。いや、ケイ君も行きたい。でもさ、正直さ、いや、私が思うにね、多分みんなこの二人って選択してると思うんだよ。悪いけど、なんパッと見だ、この二人が一番王道な気がするもん。もっと新キャラいるのかもしれないけど、人気投票やったら絶対この二人1位でしょ。その教師とケイ君、多分ケイ様が1位で教師2位とかでしょ。めちゃめちゃ王道いっちゃってる気がするんだけど、これはギリだよね。だからここは裏を返すって言ってもありだけど、裏を返して、弟でダメだな。今日は第3日曜日、クラブの活動の日。あ、試合だって。この筋肉を使うとき野球部だった私。今日は野球部の練習試合日、相手は大東京高校ね。え、待って、なんで野球部入ってんの私。え、待って、あ、チアリーディングだから。よし、準備 OK。 あ、びっくりした、バッターボックスに立つ側だと思った。いや、びっくり、スクイズ。監督のサインとか覚える？じゃあ。うん。うわ、かわいいな、夏美。かわいいよ。これ本心ね。あ、ファールボールには気をつけてね。頭当たったら痛いよ。うわー、マジかー。もうどうし、でも逆に頭良くなる可能性あるな。はい、どんどんホームラン打ってこう。よろしく。ここに目がけてどうぞ。え？冗談。めったにないってそんなこと。じゃ、レッツラゴー。いや、夏美もモテるな。モテるよね、絶対。チアリーディングってなんかモテてるイメージあるね。あ、アウト。え、なんで？練習したよ、負けてしまった。いや、それは私のせいじゃなくない？ねえ、ほら、だって右後ろの子、このファーストに立ってる子、この子チームのこと信用してないよ。顔的にこんな顔しないよ。しかもできるだけ帽子下げて。悔しいよね、今日は勝てそうな気がしたんだけどな。いや、これは、え、これ私が悪いの？いや、しょうがないよね、でも。かわいそうだね。仕方ない。待って。え、何してるの、あの子が。
後ろのさ、これライトか、ライトの後ろのあの3人何してるの？なんかバレーのフォームしてない？レシーブのフォームしてない？私たちの応援も少し乱れてた気がする。あ、そうなの？反省しなくちゃね。いや、ごめんなさい、私生活も乱れちゃって。応援足りなかったのかも。いや、ちょっと待ってよ、筋トレ頑張ったのに。いや、私が出た方が絶対強いよ。こんなこと言いたくないけど、私、あ、そっか、チアリーディングの練習もしないといけないのか。うん、何が上がってんの？学力 2？ あれ、夏美、あ、夏美ちゃんだ。いや、ここはね、もうめちゃめちゃ仲良くなったから、ネイヤン、ネイヤンにする。夏美ちゃん、ナッチン、ナッチンは喫茶店行こう。ナッチン、あんたも今帰り。ナッチンいいんだ。うわ、仲良くなったな。ね、お茶して帰らない？いや、これは言ってくれる。その話の、よし、もう今日は喋りまくっちゃうよ、ナッチン。じゃあ行こう行こう。うわ、ジャニーズ、あ、ジャニーズの元ジャニーズみたいな呼び方だね。あ、ねえナッチン、でも仲良くてもさ、仲いい相手ってさ、別に無言の時もあるよね。無理に喋る？ん？何？わかんない、ちょっとやめて、そのポーズ。令和のモナリザみたいなポーズしないで。好きなスポーツ、前ね、好きなテレビ番組聞いたんだよね、音楽スポーツ。でも野球じゃないの、好きなスポーツ。野球部と付き合ってそうだけど。スポーツ何が好きなの？そうだな、体動かすのは何でも好きだからな。あ、そうなんだ。え、なんでチアリーディング部に入ったんだろう。なんか球技とか、あ、ないのか。どれかって言ったら、やっぱ決めらんない、だからチアリーディング部に入ったんだもん。なるほどね、だから未だにメニューも決まってないのか。はあ、もういつになったら出れるのかな。え、どうして？運動部全部に関われるじゃん、だから。え、運動部に、まあそうだけど、自分は試合に出れないんだよ。どうなのそれ、出たいんじゃないの？納得。え、出たい欲はないんだ、あんまり。見てるだけで楽しいんだね。はあ、ちょ、チアリーディングしないと私。レッツレッツレッツ、ナッツミーナッチンナッチン、頑張れ、休みの日は家庭教師、はい、ナッチン、頑張れ。今日から春休み。なに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 なんか君が代始まった？え、君が代これ？ちょっとおしゃべりして。ああ、な、え、気遣いはさ、気配りは私できてんのこれ？筋トレも忘れないよ。春休みは筋トレ。いつでも筋トレ。君の笑顔はいつも筋トレと共にあるよ。このプロテインを飲んで、よく眠って。対話しない。せっかくナッチンと仲良くなれたのに、ここで対話はもう裏切りだよ。絶交されると思うよ。チアリーディングで繋がってるんだから。姉ちゃん姉ちゃん。おい、どうした、つくし。自分の誕生日だってのに、男に相手にされない姉貴に慰めの言葉をかけに来たぞ。うざいつくるぞ。なんかないもん。今、私は今は停滞するだけだもん。うん、延滞、延長料金、延長料金。ほっといてよ。それで何なのよ。よーね、姉を思うけなげな弟から切実なお願いが一つあるんだ。でもな、聞いてくれるか。でもな、このさ、初恋業者トップ層狙っちゃってるからさ、あれのだけでもっと身の程をわきまえればできんじゃないの。何なの？頼むから、イカズゴケにはならないでくれよな。イカズゴケ、え？そんな心配してる？私に？無駄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 、そんな心配なんて。将来の夢は犬小屋で住むことだから。もう一回行ってみ？じゃあね。怒る時だけ私の図体は8倍に大きくなる。おい、今なんつった？
お、チアリーディングいいですね。今日から新学期の始まり、2年生目始まったよ。担任の先生は誰だろう。私がこの学級を担任する氷室礼一だ。え、氷室先生しかいないのこの学校。全員分やってるもしかして。校長先生も氷室先生やってるんじゃない。今日から君たちは2年生、新入生から見れば先輩となる。新しい先生来るかと思った。後輩たちの良き手本となるよう常に節度を守り勤勉であるよう心がけてもらいたい。ん、先生、この文章の4行全く理解ができませんでした。どういうことでしょうか。これが学校と何の関係があるんでしょうか。以上だ。ん、な勤勉って何。筋肉、筋肉の筋に勉強の勉ってこと。勤勉。今年も先生が担任なんだ。ん、変な視点を感じる。変な視点。何、え、何、もしかして芸能界スカウトは。ん、誰。あ、また、え、誰誰、こそこそしてないで出てきなよ。誰、夏美。あ、違うんす、誤解っす。自分はストーカーなんかじゃないっす。え、な、え、何、絶対ポジションキャッチャーだよね、野球部くん。自分1年 F 組日比谷渡るって言います。角刈りマロンヘア、角刈りマロンヘア、日比谷、おー、よろしく。日比谷くん、私に何か用なの。先輩は、あの、葉月先輩と仲がいいって聞きました。え、嘘、喫茶店に行くの断られてるけど。ケイタマでしょ。ケイ君に用なら本人のところに行けば。うん、行ったんすけどダメだったんす。あ、入れなかったの。まあ、先輩の教室は緊張するよね。弟子入りをお願いしたらやめろ、クールに断られちゃったんす。そんな言い方じゃないっしょ。ケイタマ、やめろやめろ。うん、なんか風を切るような言い方してる。やめろ。だから走行中の車の窓を開けて歩行者に話しかける感じで言ってるよね、いつも。やめろ。弟子入りってケイ君に。はい、自分一人前の男になるために修行中の身なんす。でもケイタマ、一人前の男、確かに。でもケイタマは芸能人と男前っていうスキルがあるから。いや、もちろんかっこいいんだよ、日比谷くんは日比谷くんで。でもちょっと一人前の男とは外れない。一人前っていうか、なんかもっと社交性のある人を一人前の男って言ってるイメージあるんだけど、私にはちょっとなんか特殊じゃないかな。特殊性癖じゃないそれは。葉月先輩をとてつもなく尊敬してます。まあ、それはいいと思う。ケイタマはね、尊敬できるよ確かに。クールで天才でファッションもバッチリ、あの人は自分の理想の男っす。そうなんだ、全然そうは見えないけど。もう少しさ、髪型何か寄せたりしない。だって前髪変、前髪かわいいね。たまにお弁当にそういう仕切り入ってるよね。え、もうちょっとなんか、え、寄せる、だって寄せる気なくない、その髪型。絶対になんかメイクしたりしないの。メイクはダメか。そうなんだ、そうは見えないけどな。どっちかというとチャップリンに憧れてそう。というわけでこれからは正々堂々先輩のことをマークさせてもらいます。それは私に言われて。先輩って私のこと。え、よろしくお願いします。え、ちょっと待ってよ、マークしないでよ。おい、待って待って待って、やめてくれる本当に。マスターボールに閉じ込めるぞ。え、ちょっと、よし、今日もまた一歩前進だ。嘘だろ。なんか今気づいたけど、すごく馴染みのある声なんだけど。
言わないけど、すごく馴染みの、なんかずっと聞いてたかのような心地の良さあるこの声。行っちゃった。ちょっと何よあの子。次週日曜課外授業を行う、参加希望者はいるか。乱暴な先輩だったら殴られてもおかしくなかったよ今。今回は植物園を見学する。午前10時、公園入り口に集合だ。はい、植物園で、私、土に埋もれます。どうしようかな。え、なんか顔当てパネルとかない？花の、花びらの周りのところに自分の顔を当てれるっていう、そういうのないの？はーい、えい、あげちゃえ。よろしい。では次の日曜、挙手した者は必ず集合するように。待って、これついてこないか？あのスパイ。ネーム、角刈りマロンヘアさん。以上、ホームルームを終了する。えい、えい、おお、新しい先生出てこないんだね。今度の日曜日か。寝坊しないようにしなくちゃ。え、もしかしてあの角刈りマロンヘアくん、え、先生じゃないよね。今日は課外授業の日、遅れないようにしなくちゃ。私結構充実してきた。夏美とも喋りたいけどね。ちょっと夏美の友情を壊したから。よかった、間に合った。おお、なんかいろんな人いるな。あれ、ねえ、あの湖の前のカップル見て。あんなに足揃うことある？すごい姿勢良くない？びっくりなんだけど。ひとしくん人形みたいになってる。全員揃ったようだな。はい、それでは出発する。先生は植物みたいにいい匂いがしますね。それでは館内に入場する。出席番号順に一列に並びなさい。怒ったかんな、許されないかんな、橋本館内。真面目にやります。果実の中には強い方向を放つものが多い。どのような理由が考えられるか。お前が一番強い色気の方向を放ってるよ。美味しそうだから美味しい、適者生存。美味しそうだから美味しい果実種。え、適者生存じゃないの？違うの？え、でも、いやでもこれお酒って人間してんだからな。植物からすると別に関係ないよね。だって桜も見られるために花びらを咲かせてるわけじゃないしね。美味しそうだから、これはもう多分二度と口聞いてもらえないと思う。その覚悟はあるならこれを選べるけど、適者生存のため。大きな意味ではそうなるが、え、もう少し具体的な理由を述べなさい。え、どういうこと？え、違うの？ちょっと私には分かりません。植物博士じゃないので。ちょっと後で調べてくるかな。今日の課外授業参考になりました。君は明らかに集中力が欠けている。うそーん。が課外授業に参加しようという意欲だけは見られる。先生、氷室先生難しい。ちょっと判定がシビアすぎる。お酒、お酒とお酒を作られるためってそれ人間視点ですよね。あの植物は別にお酒を作られたいと思ってやってませんよ。ありがとうございます。今日の課外授業まあまあだったかな。うわ、クソつまらない映画見てる時の顔してる。ではここで解散する。寄り道せず各自まっすぐ帰宅するように。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ。どこにいても過去にいても。はい、おしゃべりしてチャーリーディングをしよう。はははは、面白い。ああ、もう言ってな。ああ、面白い。本当に爆笑、爆笑。あ、先生だ。ちょっとニックネーム書いてみる。ゼロワン、ゼロワンはもう意味わかんないけど、バイナリー、ヒムロッチ怒られそうだね。でも先生様、ちょっとだんだんと上げていこう。先生様、どういうつもりだ。あの、まあ、舐めてると思われたのかな。
それが教師に対する呼びかけかと聞いている。先生様？まあ確かに、様って昔の人からするとちゃんとした言葉遣いなんだけどね。今でもそうか。すみません、様ダメなんだ。様は地雷でした。ごめんなさい。覚えといて、みんな。終わった。うわ、また好感度下がっちゃった。なんかうまいこといかないな。まあ私が先生にそういう言い方を現実でするかっていうとまた別問題だけど、初恋業者ならしそうかなと思ってやったんだけどな。残念だな。あ、流行とかも掴め。確かに私流行掴めなくて。よく夏美と喋ってるね今。おでいっぱい筋肉つけたつけた、筋肉の密リッチ度上がった。だから別の項目クリックする、クリック押す押す、この押す。手動テトリスしてるぞ。何これ。え、何持ってんの。わかります、これ何持ってるか。わかる。何これ。え、爆弾処理班の盾。何これ何これ、何持ってるの。ん、何これ。え、何これ、縦にしか見えないんだけど。何、情報を聞くって。あ、かわいいネームタグ。全部違う色に塗ったんだね。大変そう。つくし、ちょっといい。これ実は自前の木彫りじゃない。姉ちゃん開いてるよ。開いてるんだ。へえ、閉まってる時なんてないんじゃないの。ちょ待ってよね、私の和室の性質とこの図は絶対に合ってないと思うんだけど、私だけ室町時代のこの家に住んでるのねえ。なんか用。お、なんかザ・サッカー少年って感じの部屋だ。床もフローリングで、ね、何陽気の音楽も流れて。ちょっと私とは天と地ほどの差があるんだけど。テレビもあって。あのね、あ、知り合いの情報、知り合いの評価、知り合いの情報を聞いてみるじゃん。評価も、あ、評価聞きたい。みんなが私をどう思ってるか知りたいんだけど、私の評価教えて。ねえ、ミシュランに載ってない。姉ちゃんの評価ね。私の作ったカップヌードル、ミシュランに載ってない。こんな感じだよ。何？お、え、待って、これ隠れてるのって人？まだ人間いたの？ちょっと待って、全員出したいんだけど。これは誰？カンナと、あーなるほどね。で、夏美。夏美はすごい好感度高いと思うんで。え、待って、ここ出したい。嘘でしょ？え、でもこのマスにいるってこと、この二人の間にいるってことは、ここもう出るはずだよね。まだこっちは分かんないけど。あ、でも夏美がいる。夏美の評価見たいな。え、どう見るのこれ。知り合いの評価を見る。ヘルプ。ヘルプって何。はい。キャラクターを矢印やタッチで選択するとときめきで表示されます。おお。あ、これハートの大きさってことね。わわ、やっぱ夏美でかっ。でもまだ半分いかないんだ。夏美の心を潤すのは私だよ。え、ちょっと待って。いや、そうは感じない。たまみ、この中で割と、あんだけ頑張ってるのに、なんの、たまみは好き、ちょっと。てか、嫌いじゃん、私のこと、はずき。え、ケイタマ？あ、もう、鈴しか、もう正直嫌われに行ってるけど。え、ケイタマ？ちょっとやばい、これやばいな。私もちょっと選択肢見直さないと。ちゃんと好かれるようにしないと。他にも聞きたいことある。待って、好かれたい。私も好かれたい。知れぬ情報、周りの人のことをもっと知りたいんだけど。いいよ、誰のことが知りたいの。え、ちょっと好かれたいんだけど。私も、うわ、こんなにかっこいいんだ、ケイタマって。180、おっきいね。63キロ、雑誌モデル、無所属、趣味はアクセサリー作り、実は動物好きらしいよ。
何の実話かわからないけど、別に動物好きじゃないと限らない。あ、待って、涼しか、なんか思ったより凛々しい顔してる。アメリカに行ってバスケをやるのが夢なんだ。あー、アメリカンバスケね、 NBA かな。じゃあ、へえ。でもアメリカのバスケット選手にしてはちょっと小さくない？だからなんかあれだろうね、その上なりの。うわ、一番バスケット選手向いてる人来た。電話不明、188cm70kg、吹奏楽部顧問、車の運転が得意なんだって。案外スピード強。いや、それはないでしょう、さすがに。アクセル 30% 以上踏んだことになるぞ。そう。で、ハバガ君の1年生、俺の一番弟子。え、一番弟子なの？そう、勝手に弟子入りしてるんだけど。道場破りじゃないこれ。ちょ、待って。私、方針変える、これから。これから本気出す。他にも聞きたいことある？いっぱい人と会いたくなった。なんでもない。ありがとう、つくし。んじゃ、ま、せいぜい頑張ってよ。やっぱ持つべきものはマセガキだな。ちょ待って、いろんな、こういうところ出かければなんか新しい。ちょっと待って、夏美と仲良くなって、え、夏美と仲良くなりながらもこういうね、雑誌とかもね、ほら、うわ、おしゃれになってけよ。ちょっと見てよ、この初恋業者。しかも筋肉はついたままっていう。今日は第3日曜日、クラブ活動の日。クラブ活動来ました。フレフレ、夏美、夏美頑張れ。おしゃれ度、絵を描いて芸術。あ、絵も描けるんだね。運動して鍛える。でも運動他になんかないの？項目ないっぽいな。でもこういう時はな、夏美と喋ってるか、チアリーディングか、あとは何、何？手伸びるんだよね。うるっ！あ、受けた。やっぱあんまりそれ、ってか話が合わないんだろう、きっと。流行り知らないから。あ、ケイ君だ。あ、ケイ君。え、葉月君にしよう。戻そう。ガチで好感度狙う。え、一緒に帰ろう。葉月君、今帰り？あ。待って、私のこと嫌いだった。え、これどうすればいいの？じゃあねえ、一緒に帰らない？やめとく。うわー、もうだよね、だって嫌いだもん、ケイタマン。うわー、ちょっと待って、まずいぞこれ。そっか、じゃあね。え、ちょっとやばいぞ、本当にケイタマキングダム、あ、追放されちゃう。うわ、ケイタマキングダム追放されちゃう。仕方ない、一人で帰ろう。うわ、こんなにもうショックだわ。うすうす感づいてたけど、あれ誰からだろう。ボス。お。ねえねえ、今日空いてる？夏美だ。あ、ナッチン？どうしたの？うん、実は今日フリマに参加するんだけど、人手が足んないんだよね。フリーマーケット？ほう。そこで、こういう時はあんたしかいないってことで、ね。なるほどね。まあ、チアリーダーの頼みはな、こと、別にいいよ。今日は実は筋肉愛好会の感謝デーで、筋肉愛好会会長と会談をする日だったんだけど、許してあげるよ今日は。じゃあそういうことで会場で待ってるから。筋肉愛好会の会長は私の体についてる上腕二頭筋会長です。うん、分かった。大丈夫、めちゃめちゃ可愛いって。はい、決まり。どうもね、ありがとね。セリ売りの言い方してる。魔女の宅急便みたいな格好をしたお客さんもいるし。ナッチン、売りつけるの？うまいね。確かにフレンドリーだね。まあね、だって売れ残ったらかわいそうじゃん。まあ確かに。なんか保育園の先生いるけど後ろに、か、なんかかわいそう、大変そう。かわいそうって？なんかさ、ポツンと売れ残った品物って見てるとかわいそうになんない？だから。ああ、人じゃなくてね。ああ、自分が売れ、え、じゃあ人のも売りたいってこと？どっちかというと。はあ、なんかさ、ナッチンさ、割と営業とか向いてそうだけどね。そうか、なんかナッチンらしいね。
お疲れさん。今日はほんと助かった。ね、これ持ってかない？やっぱ私服だとちょっと違って感じる。違って見える。持ってかない。すっごいインナー着てる。え？待って。え、待って。ナッチンって何歳これ？勝手に小学生かと思ってたんだけど。あれ、ナッチンって何歳なの？残り物で悪いけど、持って帰るのもなんだし、あんたにあげる。え、待って。ナッチン、え？50代とかないよね。ビーズの携帯、あ、ビーズの携帯ストラップ、ありがとう。うん、じゃあもらってくれ。ありがとう、ナッチン。これミサンガみたいに巻こう、足に。いいっていいって、今日のお礼だから。うわ、ナッチン、ありがとう。これが友情の証か。初めてもらってよ。私は悲しきモンスターだから。なんだか流行りが分かる気が。うわー、ナッチンから吸収してくんだ。うん、この偽エンタメを追ってる、偽情報を追ってるナッチンから全てを吸収してくんだね。今日はほんと助かった、サンキュー。いいよ、全然。うん、こっちこそ楽しかったよ。いや、いい一日だったね。ほんと？じゃ、また今度付き合ってくれるかな。いいよ、しょうがないな。もう持つべきものはミサンガだね。いつでも声かけてよ。じゃあね、ナッチン。上腕二頭筋会長もよろしくね。ああ、ナツネ、今日はありがとう。お前のおかげでこいつとも仲良くなれたよ。